はい、どうも皆さんこんにちは、正和です。いつもありがとうございます。こちら我が家で初代にねたくさん生まれたハツカネズミファンシーマウスのケージなんですけれども、ここがですねちょっと数箇所上は穴開けてるんですけど、通気がね間に合ってないんですよね。通気というか、まあ空気自体は問題ないんですけどね、入ってくる量は問題ないんですけれども、それ以上にこう数が多い分湿気がすごいんですね。ここ水滴がめちゃくちゃついてます。で、以前まではこれぐらいね隙間を開けて換気をしてたんですけど、常に。ただ上の大人マウスがね、もうすでに次の世代も生まれてるんですけど、大人のマウスのケージでこれぐらい開けてると1匹ね大きい子が脱走してたので、そろそろ上の子供たちもね、子供とも言えない大きさになってきたのでね、隙間開けるのが危険だなということでね、ちょっと床材をもっとね保水性とかに優れたものに変えようかなと思ってます。こちら鹿沼土で合ってるかな読み方。これをね、全部ではないんですけど一部こっちに変えてみて、まあ一日置いてどうなってるのかね、ちょっと様子を見ていこうと思います。まあ一日じゃ分かんないかな、数日様子を見てみます。はい、真ん中あたりはね元々の床材で、まあ潜り込んでこの下に潜ってね寝てるので、まあ、それで暖を取るとして、端っこは全部先ほどの土に変えました。で、まあ土の交換になった時にですね、まあ最悪捨てずに肥料にできるかなと思ったので、まあそういう思いも込めて、こういう風にして見てます。じゃあね、ちょっとしばらく様子見てみたいと思います。はい、ということでお仕事から帰ってきました。といってもあれ夜に撮影してたのかな確か。でそっからまあほぼ1日かで、いや普通に湿ってるな。でなんか個人的になんだろう、なんか前の方匂いの方がまだマシだなっていうような感じになってしまったので変えたいと思います。すいません、ちょっとね参考になる動画作り頑張ろうと思ったんですけど明らかに失敗です。よかったら皆さん床材こんなのがね、湿気が過剰にねこうこもりすぎずにいいよ、で匂いも抑えれるよっていう床材があるのね知ってる方ぜひコメント欄で教えてください。それでは、あそうだ、ベビちゃんたちどうかな。これもまあ一期生っていうかね、だいぶ増えてますね。すごいな、すごい状況ですね。毛が生えて大きくなって走り回れるようになった赤ちゃんと、まあ、やっと歩けるようになった子で、今回は亡くなってしまった子は1匹だけですね。前回よりも、まあ、だいぶ減りましたね。よし、はい、じゃあこの子たちが大きくなってそろそろね特待ケージ用意しないといけないんでね、まあ、2月に入ってからかな考えてます。それではねその様子もぜひご覧ください。お楽しみに。バイバイ。